はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、ラオンズでございます。今日はですね、こちらムーブでございます。その紹介はいらないよね。今日はですね、先日ねアマゾンで買ってあったこちら、ただのよくわからない、これだけ見るとただよくわからないんだけど、アンダーリップモールと、言われるものでございます。なんだろう、これ なんとかゴムね、ちょっと書いておきますけど、なんとかゴム、なんとかゴムだったはずだと思うんですけど、これはですね、アンダーリップモールっていうことで、要はこの、今このバンパーがあるじゃないですか。バンパーの下にこのゴム、わかりやすいとこゴムなんですよ。ゴムをつけて、ちょっとこの車高を低く見せるっていうやつでございます。で、これ高いやつはすごく高くて、5000円ぐらいとか、5000円、6000円。ちゃんとしたやつは5000円、6000円なんだけど、これは、なんだろう、よくわからないけど、1000円ぐらい。うん。安いんですよ。だから試しにね、1000円ならばちょっと試しにできるじゃないですか。なので、今日はこのゴムを貼ってみて、ちょっとこれがどんな感じに雰囲気変わるのかっていうのをね、見てみたいと思います。今はもう何もしてないので、こういう状態ね。まあ、ちょっと車高が下がってるんで、低く見えるっちゃ見えるのかな。そうでもないよね。取り付ける前の状態でございますね。うん。まあ、うん、車高はね、一応、車高調入れて、まあ、下げてるんで、こういう感じでございます。ちなみに、左から見ると、こういう感じね。うん、何もつけてない。で、この下にね、だからリップは、このモールっていうのかな、これはここに取り付けていくっていう感じです。だから、これがちょっとね、薄いんで、ちょっとどうなるか心配かな。ギリギリにつけた方がいいのかちょっとわかんないけど、ちょっとね、チャレンジしていこうと思います。まずね、いきなり取り付けるんじゃなくて、当たり前だけど、下側。まあ、車全体そうですけど、一日でホコリ被っちゃうとか、少しでも走ると砂ぼこりが絶対つくんで、んで、当然粘着がね、弱くなっちゃう。で、こういうのでね、拭きます。特にアルコールタオルとか、アルコールティッシュがね、おすすめ。自分は車に常時乗せてるんですけど、これで下側ね、貼り付ける部分をゴシゴシと、何回か、2回か3回ぐらいこういうのやった方がいいんだよね。1回じゃまず落ちないんで、拭いていきたいと思います。ウェットティッシュで3回ぐらい拭いて、今乾燥中でございます。で、これをね、ちょっと開封しようかと思います。これはね、ほんと価格的に1000円ぐらいなので、ちょっとまあお試しにつけれるぐらいじゃないですか。うん、なので、まあちょっと自分もお試しにできるかなと思って買いました。これ結構長いんだよね。2メートルはあるよね。一応普通車にもつけれるぐらいの長さがあるらしいので、ちょっとね、長すぎるとつけにくいんで、ちょっと切ろうかと思います。ちょっと長さをある程度合わせて切ります。こうやって見るとね、すごいわかると思うんですけど、K なら2台、K でも2台は無理か。2台は無理だけど、K なら 1.5 台分は余裕である長さでございます。これはちょっとね、少し長めなんで、長めっていうか長めに切るんで、この辺かな。この辺だともう20センチぐらい余裕があるんで、この辺で切ろうと思います。素材も硬くないですよ。ゴムっていうスポンジに近いのかな。すごく柔らかい。ふにゃふにゃです。こんな感じで。だから、そんなにこう、なんかもし当たったとしてもガーンみたいな感じはない。プラスチックみたいな感じじゃないです。普通に柔らかいスポンジゴムというか、そういう感じですね。はい、ということで、こちら、貼り付けていきますか。こういう時一番緊張するよね。はい、ということで、やっていきたいと思います。とりあえずこっちの端っこからね、行きたいと思います。で、見た感じでこういう感じね。で、両面テープを剥がしてつける。こう赤い部分は両面テープなんで、両面テープ剥がしてつけていくと。どっち向きだったかな？こう向きでよかったのかな？こうじゃないわな。こうじゃないわな。こうか。両面テープをこのまま、ここに貼り付けていくだけでございます。では、行きましょうか。はい、今ね、貼り付けておりますけど、この両面テープのこう、なんていうの、剥離剤を剥がしながら、この線ぐらいにちょうど合わせていくっていう感じかな。この、こっから見える範囲のギリギリに貼るのか、ちょい2、3ミリ奥に貼るのか、ちょっとね、ちょっと迷いがあるんですよ。ちょっと角が結構ギリになっちゃったな。まあ、こんなもんか。まあ、ちょっとね、下向きになりながらやらないと、ちょっとね、同じように貼れないというか、
うん、今ねずっと同じようにこう貼ってきてるんで、両面テープは意外と今のところは強力、持つか持たないかは使っていかないと分かんないんでね、こればっかりは。これでこういう感じ、もうちょっとカメラを下げれたらいいんだけど、ここに両面テープが微妙に見えてると思う。このバンパーのところ、この縁っていうか角から、両面テープどれぐらい奥に貼るのか手前のか、ほんと何ミリかの差なんだけど、ちょっとこう、若干ずれるんだよね。よしよしよし。はい。まあ、こんな感じで貼っていきたいと思います。はい、ということで、貼り付けた後はね、こうやって必ず両面テープの部分をこう押さえてね、より密着というか粘着をね、密着させた方がいいかと思います。はい、ということで、ちょっと今何回か、2回ぐらいやったのかな、2回なんで往復分やったんで、まあある程度ついてるかなと感じで設定したのがこちらでございます。はい、うん、まあ見た目的に、まあボディの色もあるし、割と一体化しましたね。ね、割と一体化してないですか。ちょっと車高がこう低くなったような、実際になってないんだけどね、ベロって取ろうと思ったら取れちゃうけど、低くなったような感じになったので、うん、まあ1000円ならありかなみたいな感じですね。全然なんか雰囲気がこう変わった感じになってないですかね。よく見るとこういう感じね。だからちょっとあの下の部分が前に出たことによるっていうのかな、このこれが少しこう前下がりに出たことによって、なんか個人的にこうちょっと なんていうのかな、良くなった分かりやすくて良くなったんですよ。だからこれ意外といいんじゃないと思いますね。うん、であとはまあそうですね、あの粘着の耐久性とかなんですけども、まあ今つけたばっかりなんでね、粘着がバリバリあった当たり前っていう感じじゃないですか。だからこれ今後ね、どれぐらい粘着が持つのかっていうのが楽しみでございます。まあ前当たらなければ全然この辺も強いと思うんだけど、まあ問題はこう横だよね。でも ここって負荷がすごいかかってるんで、曲げてつけてるから負荷がかかったこの先ですよね、この部分がちょっと気になるかなと。だからあの部分さえなんか対処する、瞬節でもいいんだけどね、正直どうせ見えない部分だから瞬節つけるっていうのはまあありちゃありなんかなみたいな、取れ出したらね。両面テープはやっぱりこういうね、車の場合なんて言うんだろう、やっぱ水、雨降ったら水がめちゃくちゃ当たるところなんで、個人的には裏だから瞬節でもいいんじゃねえかなみたいな感じで思うんですけども、もう剥がれた場合よ、この横がね、こうやって剥がれた場合、瞬節で応急処置というか、ガツってつけてやれば、あっこは絶対外れやすいと思うんで、まあこれは今後のね、経過次第かなと思います。見た目にはね、ほんと、お、変わったし、なんか、なんて言うんだろう、純正のバンパーに溶け込んでる感じはするので、個人的にはまあ本当この価格なら全然ありかなと思います。こうやって見た目にもこうちょっと雰囲気がね変わったと。外装の雰囲気を変えるってすごく難しいじゃないですか、正直ね。どう変えるって、まあ例えば夜だったら LED ライト、この辺のねヘッドライトの LED ライトをこうなんだろう、こう線のようにこう繋げるような、なんか最新の車だでそうじゃないですか。なんかウインカーも流れるウインカーとか、夜は確かにそれで目立つけど、昼間というか常に見て変えるとこってほぼほぼできないんですよね。で、これはまあそのね、ちょっとつけるだけなんで、まあ、簡単だし、1000円ぐらいね、あの概要欄の方にリンク貼っておきますけど、1000円とか1100円とかで売ってるんですよ。なので、まあ、ちょっとお手軽でできるなと。で、外装を変えれるのはまあこれぐらいかなと。なかなかないもんね、外装。変えるって、どう変えるみたいな。ヘッドライトを車外のやつつけるとか。って言っても、それも夜だけ限定じゃないですか。だからまあ、そういう意味では、こう、ちょっと手軽にできる、こう、昔の言い方で言うとドレスアップできる方法じゃないかなと思います。
実際この本当ムーブっていうのはハーフエアロとかも一応ね売ってはいるんだけど、前期は結構あるんですよ、いろんなメーカーが出してて。でこの後期のカジュアルムーブに関しては全然ないんですよ、この4代目ね L175S のこのムーブのカジュアルの後期のハーフとかも相当少ない、なくはないんだけど少ないんで、いやちょっとねこう手軽に買えれる方法としてはこの1000円だったらいいかな。ハーフといっても3万ぐらい買いますよね、2万5000とか3万とか、安いのだと1万ぐらいであったりするんだけど、聞いてみるとなんかちょっと形が全然、聞いてみたら前期用ですみたいな、後期には付けれませんみたいなのもちょこちょこありまして、なかなかね難しいんですけども、まあ、ぜひね気になる方はAmazon のリンクから見て購入してみてください。まあ、手軽につけれるし、つける前は必ずねこういうアルコールティッシュとかで油分とかきれいに拭いてやるのがおすすめかなと思います。はい、今日はそんなところで以上でございます。あとは耐久性をお楽しみにください。はい、ということで、今日はありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。